かつての WRC で圧倒的な強さを発揮し、競技車両製作の在り方を変えた伝説の名車、ランチア・ストラトス。その栄光の裏には様々なエピソードが隠されていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はラリーの歴史に残る伝説的な名車、ランチア・ストラトスの歴史、開発エピソードなどについて解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。20世紀初頭、フィアットの契約ドライバーを務めた後、レーシングドライバーとしても活躍した、ヴィンチェンツォ・ランチアが設立した自動車メーカー、ランチア。1922年には、世界初の前輪独立懸架式のサスペンションや、先進的なオーバーヘッドカムシャフトを採用したエンジンを搭載した、ラムダを販売するなどし、世界的にその名が知られるようになっていったランチアは、徐々にモータースポーツ活動にも力を入れていくようになります。第二次世界大戦の終戦後、F1 やルマン24時間レースなど、幅広くレース活動を展開していったランチアでしたが、その中でも特に、ラリーでの活動に精力的に取り組んでいきます。1960年代に入ると、後にランチアの WRC チームや、F1 のフェラーリを指揮することになる、チェザーレ・フィオリオが設立したプライベートチーム、アッカ・エッフェ、スクアドラ・コルセが、ランチア・フルビアを操り、各国のラリーイベントで勝利を収める活躍を見せ、ラリーにおけるランチアブランドの地位を一気に押し上げることに成功。ランチアのレース活動、イコールラリーというイメージが根付き始めていたのです。フィオリオのチームその後、ランチアのワークスチームに昇格。70年代以降も国際ラリーイベントで活躍を続け、1972年には、世界ラリー選手権、WRC の前身である、インターナショナルチャンピオンシップで、マニュファクチャラーズタイトルを獲得していました。そんな1970年代初頭、フィオリオはランチアの次期ラリーカーの開発に奔走していました。この頃ライバルのアルピーヌ A110、ポルシェ911S らはリアエンジンリア駆動を採用し、優れたトラクション性能を発揮しており、FF クーペのフルビアではいずれ、太刀打ちできなくなることは明白だったのです。フィオリオは、より運動性能に優れるリアミッドシップリア駆動、かつ回答性に優れるショートホイールベースこそが、ラリーカーにおける理想のレイアウトだと考えていましたが、当時のランチアには、フィオリオが理想とするラリーのベース車両はなく、69年には経営状況の悪化から、ランチアはフィアットの傘下に入っており、それらを満たすような、新しいスポーツカーを開発する余力もありませんでした。そんな中、ランチアが次期ラリーカーを開発しないことを、気にかけていた人物がいました。イタリアで年間3万台以上の車を製造する、自動車製造業者のジュゼッペ・ベルトーネです。新たなクライアントを獲得したかったベルトーネは、ランチアに対し、フルビアに代わるフラッグシップカーのコンセプトモデルを提案しようと考えましたが、当時ランチアが、フィアットに買収されたばかりだったことが気にかかっていました。するとベルトーネは、秘密裏でコンセプトモデルを開発し、間接的にそれを売り込む作戦を計画。後にランボルギーニカウンタックを手掛けることになるデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと共に、誰もが目を引く斬新なボディラインのマシンに、フルビアのエンジンを搭載したコンセプトカー、ストラトスゼロを製作し、70年のトリノモーターショーに出展したのです。斬新なデザインのストラトスゼロはイベントでひときわ注目を集めましたが、中でもこの車に興味を示したのが、このイベントに訪れていたフィオリオでした。そしてこのストラトスゼロがミッドシップ車で、さらにはランチアのエンジンが搭載されていると知ったフィオリオは、ベルトーネ、ガンディーニに理想のラリーカーを作るための協力を持ちかけ、これによりランチアストラトスの開発プロジェクトがスタートするのです。ランチアは当初、先進的すぎるストラトスゼロについて、量産には不向きだとして消極的でしたが、フィオリオが、ラリーで勝てる車を強く求めていたことから、プロジェクトは進行。フィオリオはモーターショーの数ヶ月後には、チームのドライバーやメカニックから、理想のラリーカーに関する意見を集約し、ベルトーネとガンディーニに開発を託したのです。
すると翌1971年にはコンセプトモデルを改良したストラトス HF プロトティーポが完成。モノコック構造のキャビンの前後にボックス型のサブフレームが取り付けられ、前後ボディは軽量の FRP を採用。そのボディ剛性は競技用に追加の補強をしなくとも当時の F1 マシンに匹敵するものだったといいます。車体後部のフレームはラリーの競技性を考慮し、整備が容易に行える設計に。前長やホイールベースはフィオリオの要望通り短く設計され、回答性に優れていました。一方でストラトスに搭載するエンジンの選定をめぐっては思わぬ問題に直面します。ランチアではストラトスに搭載するちょうどいい排気量のエンジンがなかったものの、同じフィアット傘下のフェラーリ、ディーノ V6、2.4 リッターエンジンが候補に上がっていました。フィオリオはフェラーリと直接交渉し、エンジンの搭載許可を得たものの、なんと親会社のフィアットから猛反対を受けたのです。当時フィアットはランチアフルビアの後継車としてアバルト124を投入したものの、思うような結果を残せていませんでしたが、そんな中でランチアにストラトスを投入されては立場がなくなると、124のプロジェクトに携わっていた勢力が妨害工作を仕掛けていたのです。最終的にはフィアットグループ内で問題が解決され、無事ディーノのエンジンが搭載されることになったものの、ストラトスプロジェクトはグループ内の思わぬ政治に巻き込まれてしまっていたのです。そしてついに、ストラトスは実戦にデビューします。ストラトスは当時目指していたグループ4規定のホモロゲーション取得を待つ間、72年のツールドコルスに、プロトタイプクラスでデビュー。すると1973年にはスペインで行われたファイアストンラリーで実戦初優勝。この時のモデルをベースにさらなる熟成を図っていきました。73年からはインターナショナルチャンピオンシップが WRC に再編され、新たな選手権がスタートしましたが、ストラトスはグループ4のホモロゲーションを取得したこの年のシーズン途中からシリーズに参戦。当時のラリーカーは量産車両をベースに競技用に改造したものが一般的。グループ4は連続する12ヶ月で5000台以上生産した GT カーであるグループ3マシンをベースに改造を加えたマシンで、連続12ヶ月間で400台の生産が条件でしたが、フィオリオはその規定を利用し、エンジンをグループ3公認車から流用し、少数生産することでホモロゲーションを取得する手法を取っていました。これによりストラトスは最初から競技利用を想定した設計を実現することができ、ライバルに対して大きなアドバンテージを得ることができました。後にレース界では当たり前となるこの考え方ですが、ストラトスはその先駆けとなる事例だったのです。するとストラトスは高い運動性能と回答性、強力なエンジンを武器に伝説的な活躍を見せていきます。ランチアは74年の序盤をフルビアで参戦した後、第4戦のラリーサンレモからストラトスを投入。するとストラトスはいきなり2連勝を飾るなど強さを見せ、サンドロムナーリのドライブによって5ラウンドで3勝。ランチアは見事この年のワールドチャンピオンシップ4ラリーに輝いたのです。するとストラトスは翌75年、76年の WRC でもそれぞれ4勝を挙げシリーズを席巻し、3年連続で王座に輝くという偉業を達成。圧倒的な強さに加え、魅力的なルックスと美しいフェラーリサウンドを兼ね備えたストラトスは多くのファンを魅了し、発足間もない WRC を代表する名車となったのです。いつまでストラトスの時代が続くのかと言われるほど圧倒的な走りを見せていましたが、翌年になると状況は一変します。77年のシーズンオフ、フィアットグループがランチアとフィアットのモータースポーツ部門を統合。フィオリオはこの部門の責任者となりましたが、フィアット側はフィアットブランドのマシンで WRC を制覇することを命題とし、ランチアはスポーツカーレースへ活動の場を移すことが命じられ、ラリーのワークスチームのマシンはフィアット131、アバルトへ移行。WRC ではプライベーターにストラトスが供給され、ラリーでも引き続きその姿を見ることはできたものの、ストラトスを使用するチームはフィアットが参加するイベントではサポート役を務めるよう求められていました。
こうして77年の時点で完成度まだ7割と言われ、その後も独り勝ちの時代が続くと思われていたストラトスの活動は急激に縮小、主戦場をサーキットレースに移していき、次第にラリーの舞台から姿を消したのです。その後ストラトスはラリー、サーキットレース問わず長きにわたりレースシーンで活躍、ワークス活動の打ち切りによりそれまでのような突き抜けた成績を収めることはなかったものの、数々のレースイベントで勝利を手にし、長く一線級の競技で活躍、その走りでファンを魅了してきました。それまでのラリーカーの在り方を覆し、伝説的な活躍を見せた名車ランチア・ストラトス、その存在は後のラリー、モータースポーツにおいてあまりにも大きな影響を与える偉大なものだったのです。いかがだったでしょうか。今回は伝説の名車ランチア・ストラトスについて解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。